さあ、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回はコスパ最高ベストレブンになります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になってます。今回もですね、ベストレブンということで安くて強い11名紹介していきたいなと思います。それでは早速紹介をしていきます。まずはですね、 TOTY 特別賞ベルナルド・シューバーですね。ベルシルになります。値段はですね、8万2000コインぐらいで買うことができます。まあ、テクニカルのプラスがついているというふうなことは非常に素晴らしくですね、コントロールスプリント使う方にとってはめちゃくちゃおすすめな選手になってます。またそのドリブルプラスパス面ですね、もうしっかりできるというふうなところもいいのかなと思いますね。なので、まあ能力だったりとかね、少し物足りない部分あるんですけれども、結構ね強い選手になってます。本当にまだまだできるコスパ選手にはなるので、非常におすすめですね。そして続いてはファンタジー FC ミエデマですね。ミエデマ値段は4万5000コインぐらいで買うことができます。特に冷静さがですね高い選手になってますし、アップグレがね少し期待できるカードになってます。決定力に関してはしっかり高い選手になっていて、あとはある程度のスピードもあるという風な選手にはなりますね。パスはね少し気をつけないといけないんですけれども、まあ4万5000でこれだったら全然ありかなという風には思いますね。プレスは2つ付きという風なこともね素晴らしいですし、テクニカルだったりとか、あとは今週なんかもついてるという風なことなんで、全然強い選手になってます。そして続いてはファンタジー FC ポリターノですね。ポリターノの値段は3万5000コインぐらいで買うことできます。まあ素材価格になってしまってはいるんですけれども、90にアップグレードされたことで普通に使える選手になってます。4-4っていう風なことプラス、あとはドリブルが軽くってスピードも速いという風な選手なんで、普通にねこの選手で十分というか、結構全然やれるやんっていう風に思う方は多いのかなと思います。フィジカルが弱いっていうところ以外は、結構前線としていろんなことができるという風な選手になりますね。でまたプレイサルプラスですね、トリベラのプラスはねそこまで弦が必要ないかもしれないんですけれども、多くのプレイサル持ってはいますので、全然3万5000とは思えないぐらいコスパはいい選手になってます。そして続いては FC バーサストリピアですね。トリピア値段は4万8000コインぐらいかなで買うことできます。ファイヤの、バージョンで再配出によってめちゃくちゃ安くなった、そんな選手になってますね。逆足は4でパスがめっちゃうまいっていう風なサイドバックになります。クロスもねめっちゃうまいので、クロスゲーだったりとか、結構サイドバックでクロスを上げたいっていう方にとってはトリピアめっちゃおすすめな選手になってます。本当にいいクロスが行くという風なことで、若干上げるサイドバックとしても活躍できるという風な選手になりますね。レースはリアクション積極性それなりに高いですし、ペースもね85あるという風なとこはいいんじゃないかなと思います。でかつ守備能力ですね、守備能力も結構高い選手で、フィジカルがね、意外と気にはならないっていう風な選手になるので、プレミアの右サイドバックとしては全然コスパ良くておすすめですね。意外と強いっていう選手になってます。個人的には自分は結構おすすめな選手になりますね。そして続いてはファンタジー FC ヤンコウトですね。ヤンコウトの値段はですね6万5000コインぐらいで買うことできます。特にねサイドバックとしてスピードですね、スピードが速くってラピッドのプラスを備えているという風なことが素晴らしくって、本当に自分で突破できる、そんなサイドバックになってます。でまた守面ですね、守面も能力自体はそんなに高くはないですし、フィジカルもねちょっと低い選手になるんですけど、インターセプトのプラスがねついているっていうのは素晴らしいですし、ジョッキーもねついてはいるんで、全然ねこう攻守にわたって活躍できる、そんなサイドバックになってます。アップグレーがね期待できるカード、初戦はねちょっと負けてしまって2戦目かなは勝ったので、こっから全然プラス3とかはねありえるんじゃないかなっていう風に思いますし、そこに期待をしつつですね使ってみるのもいいと思います。そして続いては TOTY 特別賞ディアニーですね。ディアニー値段は26万コインぐらいかなで買うことが
できます。まあトップレベルの RW、RM の選手という風なことで個人的にはおすすめですね。 4-4 でも良ければですね、非常に活躍できる、そういう選手で決定力も高いし、スピードもあるし、ドリブルもめっちゃ軽いし、パスも上手いし、フィジカルも保険で持っているという風な選手にはなりますので、結構ね、相手からすると厄介な、選手になります。まあ女子選手という風なことなんですけれども、リヨンでフランス人なんで、まだ組みやすいかなという風には思います。結構ねディアンにもおすすめのアタッカーの一人ですね。そして続いては FC バーサスコマンですね。コマン値段は13万コインぐらいかなで買うことができます。まあ、スキル使いたいという風な方にはスキル5はおすすめですし、ペースも速くてドリブルも軽い選手になるんで、ドリブラーの方にはおすすめの、選手になってます。まあ逆足が3っていう風なところね、現環境少し厳しい部分ではあるんですけれども、本当に使用感の良さと速さという風な部分がありますし、シュートもね、まあ冷静さはもうちょっとあればいいんですけれども、意外と決めれるっていう風な選手になってます。かつドリブルとかそういうね速さってだけではなくって、パスもね上手くなってるというのがこのアイス版になりますので、そのところもいいのかなというふうに思います。そして続いてはファンタジー FC ヒーローブローリンですね。ブローリン値段は9万3000コインぐらいかなで買うことができます。まあブローリン結構ね値段安くはなってはいるんですけれども、全然ねこの人も強い選手に、なります。コスパはいいかなっていう風なところで、スピードの、ね、89という速さとプレイスタイルプラスラピッドついているっていう風な部分で相手を置いていける速さを持ってますし、テクニカルもねついていたりとかはしますね。であとパスついてるっていうのはいいなという風に思いますし、シュートもね結構上手い選手になってます。現環境の中でも全然決めれる選手ですし、ちょっとね守備もできるっていう風なところもいいのかなと、いう風には思いますね。まあ初心者の方にとってのエースになれる、そんな選手になってます。そして続いてはファンタジー FC マートセンですね。マートセン値段はですね4万5000コインぐらいかなで買うことできます。まあ、こっからプラス1が多分おそらく確定しているカードかなと、いうふうに思いますね。逆足4でスピードが速いっていうサイドバック、非常に素晴らしいなと思いますし、プレイスタイルの部分でプラスで予測度ジョッキがついてる、ここ本当に素晴らしいなと、思います。でラピッドとか容赦なしなんかもついていて、まあ、守備能力のちょっと若干の低さっていう風な部分を予測のプラスとかで補っているという風な選手にはなります。普通にね使えます。普通に全然いいっていう風な選手になりますし、もちろんフィジカルでねゴリッといかれてしまうっていう部分はあるんですけれども、ただね、4万5000だったら全然ありかなっていう風には、思いますし、まあここからのアップグレードプラス1確定してますけど、まあフィジカルが70以上を言ってほしいなと、そこだけですね。個人的には普通にそれ以外は、コストはめちゃくちゃいい選手になってます。そして続いて FC プロライブマネーですね。マネー値段は16万コインぐらいかなで買うことできます。結構安くなりましたね、マネーも。まあこの人も 4-4 で良ければですね、非常に強い選手になってますし、まあ本当にいろんなことこの人もできる選手で、使用感はすごくいい選手になってます。自分工作、本当に金からね、お世話になっていた選手になりますし、合わない人はあんまりいないんちゃうかなっていうぐらいのドリブルの軽さとスピードをね備えていると。でかつシュートもね結構決めてくれる、マネありがたいなって思うシーンはね、多いので、なかなかサウジリーグでセネガルなんでちょっと組難しいんですけれども、組合わせれる方は、結構使う価値はあるかな。値段も安くなってますし、おすすめですね。プラスがないっていうところが現環境ちょっとね不安なところではありますけれども、ただ全然使える、強い選手になってます。そして続いてファンタジー FC マイリーですね。マイリー値段は9万3000コインぐらいかな
で買うことができます。なんか結構安くなってますね。アップグレードされたんですけれども安くなっているという選手になりますね。まあスキル500足音素晴らしいですし、中盤として、パスは上手いしドリブルも軽いし、チームもねしっかりできる選手で決定力もね高いんで、まあペースが84ちょっと遅いかもしれないんですけど、全然別にねそんなにですし、思った以上に値段が安くなっていておすすめの選手になってます。まあ、前回紹介した選手ではあるんですけれども、普通に10万以内で買えるんだったら、コスパいいかなっていう風に思いますね。プレイスタイルプラスでもテクニカルだったりとかシールド、ね、ついてますし、敵タカなんかもねついてはいますので、全然安すぎるかなっていう風には思います。 3CM の、ね、一角でも活躍できる選手で 2CM を任せれるんじゃないかなという風に感じますので、非常におすすめですね。まあ、という感じでこちらがコスパ最高ベストレブンになります。少しも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。